日本東京都江東区新木場製材所新木場は東京都江東区の町名。現行行政地名は新木場1丁目から新木場4丁目。郵便番号は136-0082。木場の移転先として誕生した町で、材木商の事務所や木材加工、合板工場が集積し、木材、合板博物館といった施設も存在する。一方で、 物流会社の営業所など他産業の進出も進んでいる。1980年代以前は鉄道空白地帯であったが、1988年に有楽町線、1990年に JR 京葉線、1996年に臨海線が都心とつながり、鉄道交通の要衝になった。1980年代後半から急速に、 開発され、駅前には大企業のオフィスビルが建ち、臨海部のビジネス街として栄えている。一方、地区計画により住宅建設は規制されており、定住人口は低いままである。新場の空中写真。おびただしい量の材木が海面に浮かんでいる様子がわかる。画像左髪型に辰巳ジャンクションが見える。1989年撮影の3枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成新牙の牙とは貯木場のことである。かつて海路で江戸や東京に運ばれた材木は深川にあった牙に貯木されていた。埋め立てにより牙が内陸となると1969年荒川の河口に近い沖合の埋め立て地に新たな貯木場新牙が建設された。 貯木場は小島によって南北に分かれており、北は14号地第1貯木場、南は14号地第2貯木場である。これらは現在でも貯木場として機能しており、京葉線や東京臨海高速鉄道臨海線の車窓からもその風景を眺めることができるが、すでに丸太の形で木材を輸入する時代ではないため、貯木場のほとんどは未使用となっている。 貯木場や製材所から漂う木の香りが2001年に環境省の香り風景100選に選ばれた。江東区湾岸エリアに位置する。北には夢の島、南に砂町南運河を挟んで沸かす。北西に明けぼの運河を挟んで辰巳と接する。人工島で東京湾埋め立て14号地のうち湾岸道路より南のエリア。第三種地盤。 湾岸道路より、北は、夢の島である。廃棄物でできた埋め立て地である。西は、新明けぼの橋などで立つみ、南は、若かす橋で沸かす、東は、荒川川口橋を渡ると、江戸川区林会長。1.2、3丁目は1978年2月1日に、住居表示を実施。4丁目は1979年4月1日の、成立で、 2009年11月1日に住居表示を実施。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。都営バスが東洋町駅前から新木場地区を循環する便、近視町駅南口前から新木場駅前間を運行する便がある。土曜、日曜日、休日は、 錦式十八が、休校令後になり日本科学未来館まで運行される。都心部と比べると、海の影響でいくらか、ヒートアイランド現象の影響を受けづらい位置にある。ありがとうございます。